あ、もしもーし。もう、家出ちゃったまだ家。あ,あよかった。今日さ、ごめん。本当に申し訳ないんだけど、ちょっとそっち、行けなさそうなんだよね。うん。ちょっと、体調悪くて。うん。 あー大丈夫心配しないでうんうん <laughs> ありがとううんごめんねそれじゃあまたおっ お待たせ。来てくれたんだ。<laughs> 心配して来てくれたの。ありがとう。ああ、いや、迷惑なんかじゃないよ。うん。どうぞ。上がって。ああ。ごめん。熱はないんだ。あ <laughs> えっと。 それがさ目の調子が悪くてコンタクトが入らなかったんだよねああうんそれだけああごめんごめんちょっと怒らないであの別に君と会いたいって気持ちがその程度とかそういう話じゃないんだけどいや本当本当だって あの僕さすっごく目悪いんだよね <laughs> コンタクトないとほとんど何も見えないくらいああうん目がねあ,あ <laughs> そうだね君の前でかけたことないね 実はさ僕中学に入って一気に目が悪くなっちゃったんだけど初めて学校にメガネしていったらそれでちょっとからかわれちゃってうんそっから人前ではかけないようにしてたからえかけてみてほしいああん まあ、今日一日かけずにいるのも無理だしな絶対絶対笑わないでよ絶対ねどう かなでちょちょ見すぎえうん恥ずかしいからあんまり見ないでよねかっこいいむしろキュンとする本当に私だけしか見たことないからさ さらにキュン <laughs> なんだよそれ <laughs> まあそうだよなよく考えたら君はそんなことで僕のこと嫌いになったりしないよなうん最初からちゃんと言っておうちデートにしてあげばよかったカメえお詫びに メガネ姿で <laughs>。え、やだよ。あ、でも、そっか。メガネ外すと、可愛い君の顔が見れないのか。うん、どうしようかな。うん、何今日、 いつもより話し方がかわいい。そうかな。ああ、でも、一人で家にいるときしかメガネかけないから、自然とお家モードになってるのかも <laughs>。うん <laughs>。まあ、そんなことはよくてさ。はい。こっちはいね。 落ち着くは <laughs> <laughs> え近い <laughs> だってこれぐらい近くないと眼鏡外した時君の顔見れないもん。 あーまだ外しちゃダメなの <laughs> でも、キスするとき邪魔じゃないふふふ。<laughs> あっそ。じゃあ、もし、キスしてほしくなったら、君が、メガネ外して。 恥ずかしがってんのメガネ姿の俺とイチャイチャしたかったんでしょ <laughs> ねえ顔赤いよドキドキしてるの <laughs> まだメガネ外さなくていいの か可愛い<笑><笑><うー>ん <laughs> こんな可愛いい反応してくれるなら <laughs> もっと早くメガネ姿見せとけばよかった。 どうせ一緒に住むようになったら毎日見ることになるわけだしね。<laughs> じゃあ、早く慣れてもらうためにも今日はいっぱいイチャイチャしないとね。とりあえず、次は。 君からキスしてくれるチャンネル登録をして次の動画もちょっとだけ見てみない